あれがアイトリス城。もう目と鼻の先ですね。巧妙な策や強力な魔法での攻撃が予想されるから、みんな気をつけて。さすがは軍師、頼りになるわね。マクベスと違って可愛いし、いい子だし。巧妙な策か。一体どんないやらしいものなんだろうね。おいゼロ、今は冗談を言ってる場合じゃないぞ。おぼろさん、ちょっとここ見てもらっていい？あら、ほつれちゃってますね。私に任せてください。おお、なんて鮮やかな技だ。これに名をつけるなら、そうだな、おぼろの腕は相変わらず見事だけど、なるべく変な名前はつけないでくれよ。賑やかで楽しいね。ナバールさんは？騒がしいのはスカン。あのエリーゼさん、私はこういうの結構好きです。皆さんお静かに。これでは軍議が全く進みませんよ。戦いを前に皆気が高ぶっているのだろう。落ち着くまで待つとしよう。皆の心が一つになろうとしているのだ。私も少し気が流行る。ここまでの戦いで俺たちの間には固い絆が結ばれた。国も時代も世界をも超えて手を取り合えた私たちに敵はいません。そうだね、僕らならきっとどんなことだって乗り越えられるよ。どんな強敵だって負ける気はしないぜ。ええ、皆さん行きましょう。間もなくですね、父上。ついに邪竜イビルザーグの力を我が手にする時が来た。寸刻の後、王族の血を捧げれば儀式は完成するのだ。ええ、捕らえていたユアナ王妃をここに連れてこさせます。外が騒がしいな。奴らが来たようですね。異界の英雄どもを従えて。ようやく来たか、ダリオス。ああ、来たぞ。間もなく儀式は完成する。貴様らの母ユアナの死をもってな。え、どういうことなの？お母様って一体？儀式には王族の血が不可欠、それゆえ生かして捕らえておいたのだ。本当なのか？本当に母上が生きている？生きているのね。ああ、そうだ。だが間もなく死ぬ。実に残念だがな。そんなことさせないわ。私たちが助けてみせる。母より先に死にたいのか。ならばその望み叶えてやるぞ。儀式が完成するまではもうしばしの猶予があるからな。行くぞダリオス。お母様も炎の盾も、そして優しいあなたも、全部取り戻してみせるわ。何でしょう？はい、分かった。私ね、分かったわ。よろしいです。よし、行きましょう。報告します。え、はい。なになに？了解。なに？わかったよ。闇の壁が正面に。こ
これでは扉を落とせんな。それなら南北に分かれて進もうぜ。どこかに壁を作っている術者がいるはずです。ミッション開始です。兵器で攻撃を受けています。城の砲台が動いてる。制圧しないとまずいぞ。いいですか。やりましたね。解放しました。砲台でこちらも砲撃しましょう。兵器を手に入れましたね。うまくいきました。どんな手を打とうか。解放しました。僕が。うん？任せろ。え？はい。
壁を消さないと先に進めません。早く術者を倒さなきゃ。急いでください。これほどに強くなれるんですね。私ももっと頑張らなくては。次の戦いもこれくらい活躍できるように頑張るよ。来い、力を合わせるぞ。よっしゃ、任せろ龍馬。俺たちの前で勝手なまねをさせない。無事に変えました。敵の進軍を防ぎながら玉座のままで進むぞ。油断するな。よし、行きましょう。解放しました。叩いかせろ。いたぞ、あれが術者だな。やっつけて闇の壁を消そうぜ。いいですか。わかったよ。行こう、ティアモン。
勝てると思った？やりましたね。人はこれほどに強くなれるんですね。私ももっと頑張らなくては。次の戦いもこれくらい活躍できるように頑張るよ。やりましたね。砦を守れたわ。砲台を奪われないよう気をつけましょう。とっておきを見せてあげます。じゃじゃーん。こうなったら、何？分かったよ。玉座の間だ。気を引き締めていこうぜ。何？お？任せろ。よし、行きましょう。リズさん、行きますよ。下げられるかも。ミッション開始です。やりましたね。
仲間などいない。戦うのが嫌なら死ね。していこう。いいですか？制圧しました。これで安心ですね。この調子で残りの砦も制圧しようぜ。交代しなさい。いいですか？敵の増援です。仕掛けを止めたと安心したか？まだ早いわ。覚悟はいいよな。待ってて。リズさん、行きますよ。うん、任せといて。私たちがズババーンとやっちゃうぞ。なことを全軍進め。
敵を撃て。まあ、僕も戦うんだ。敵の増援が。これ以上邪魔はさせないわ。諦めない。選択してください。よっしゃ、待とう。ミッション開始です。制圧しました。これで安心ですね。制圧しました。これで安心ですね。ご用命を。うまくいきました。うまくいきました。やりましたね。全て倒したのね。今なら玉座の間が手薄なはず。やりましたね。仕掛けを止めたか。ならばお遊びはここまでだ。急いでください。何？分かったよ。何何？了解。え？はい。ん？来い、力を合わせるぞ。よっしゃ、任せろ龍馬。俺たちの前で勝手な真似をさせない。やりましたね。できてしまいましたね。やるようになったな。ダリオス、いつまで遊んでいるつもりだ。時は満ちたぞ。時間切れだ。残念だったな。生贄だなんて絶対にさせません。ならばその剣を俺によこせ。そうすればこの女の命だけは助けてやってもいいぞ。今は従うしかないの。くそ。それでいい。本当に愚かな奴らめだろうと思ったよ。お母様。
させるか。この虫けらどもや。私が一番。選んでくれ。これでいいか。成功したぞ。これでいいか。成功したぞ。